ことだってね、50年以上になるからね。もう50年以上になるから。遠方の人がね、送ってくれるんです。なんか神社のお参りみたいな感じです。斜めにしといて。そう。いや。ありがとう。ありがとうございました。ありがとうございます。はいよー。鉄板も温めてるわけですね。まあ一般的にどん兵衛っていうのはこういう形を店食べに行ったら出てくるこんな感じで、はい、でもう一度はこういう形で食べやすくカットされるんですね。だから作り方はもう全然違うものだからうちここ50年以上になるからね。もう50年以上になるから。だから豚肉焼いて卵でこうオムレツみたいにくるっと巻いて腕にこういう上にくるっと大体こんな感じが一般的に出てくる。もっとねちっちゃいこんなぐらいしかない。いやー